客様。お飲み物はいかがですか？あ、はい。大丈夫ですか？すみません。コーヒー、紅茶、日本茶、オレンジジュースとございますが。あ、じゃあコーヒーコーヒープリーズ。かしこまりました。何話せもしない英語喋ってんだよ。あら、やだ、起きてたの？俺たちが行くのは沖縄だぞ。英語話す必要ないだろ。だって飛行機乗るの初めてなんだもん。飛行機って言ったらアテンションプリーズ、コーヒーオアティーでしょ。たく、浮かれすぎだろ。そりゃ浮かれますよ。だってハネムーンなんだもん。そう、私たちハネムーンなんですもの、沖縄に。しかも私の横にはずっとずっと大好きだった入江くん。なんで？いや、私たち本当に結婚したんだね。今頃実感がしてきたよ。昨日から何回見りゃ気が済むんだよ。俺は寝るぞ。イリュック寝ちゃうの？せっかくのハネムーンなんだよ。お袋の趣味に付き合わされて、いきなり式やらハネムーンやら勝手に決められて疲れたんだよ。寝顔までかっこいい、私の旦那様。ハネムーンはまだ始まったばかり。考えてみたら、入江君とこんな長い間二人きりになれるのなんて初めて。今はちょっとへそを曲げてる入江君だけど、この7日間で私たちきっとラブラブ夫婦に。ハネムーンですか？さっき笑った人。あ、はい、私たちもなんですね。え、どうも。あら、旦那さん寝ちゃったの？あ、かわいそう、せっかくのハネムーンなのに。ねえ。いや、僕ならマリちゃんを一人にして眠ったりなんてできないな。旦那さんお優しいんですね。だってたくみくんは私にメロメロだから。メロメロ、はい、もう入社してきたマリちゃんを見て、あ、この子だって。つまんない社内恋愛よ。おいおい、つまんない。あなたはことこです。入江ことこです。やっぱり旦那さんから。いやいやいや、まさか、別荘もない。え私たちはどちらかというと、私の方が一方的に押して押して押してって。思えば高校の入学式の時、入江くんに一目惚れしたのが始まりだった。好きです。いらない。今回は災難でしたね。ゆっくりなさってくださいね。娘のことこです、よろしくお願いします。どうしたことこ。ご挨拶が遅くなりました。長男の直樹です。どうぞよろしくお願いいたします。あのさ。はい。俺から離れて歩いてくれる？頭の悪い女嫌いなんだよ。この女の子、これお兄ちゃんよ。嘘。じゃーん。なんでそれを。期末テストまで1週間、勉強私に教えて。お前みたいなバカを100番以内にするなんて無理に決まってんだろ。ここが4になるでしょ。で、4の2乗は。入江くん、ありがとう。まだ行こう。何？
あなたは私のことを知らないでしょうけど、私は知っています。入学式で挨拶した入江君の知性とかっこよさに憧れて。私入江君好きなのもうやめる。じゃあ忘れてみろよ。ざまあ見ろ。私入江君のことが好き。親父の会社は俺が守るよ。直樹さん、こちら北栄社の大泉会長と。直樹君、見合いをしてみる気はないか。お見合いするって本当？ああ、俺が気に入った人なんだ。お前も早くいい男見つけろよ。お前からコトコを奪う。あんな奴のこと俺が忘れさせたる。やめて、入江君。私はもう何年も片思いして実らない恋に疲れちゃったの。入江君は佐和子さんのこと考えてればいいでしょ。私のことなんか。お前は俺が好きなんだよ。俺以外好きになれないんだよ。何を自信たっぷり。そうよそうよそうよ、だって仕方ないじゃない。入江君は私のことなんか好きじゃないんだもん。私のことなんか。大好きだよ。お嬢さんと結婚させてください。やっと分かったんだ。これからずっと一緒にいるのはこいつ以外考えられなくなった。ざまあ見ろっていうわけで、6年間の片思いに終止符を打ち、晴れて結婚に至ったっていうか。頑張ったのね、コトコさん。やだ、私ったら。奇跡の大逆転だったんですね。大逆転って。じゃあおせおせで押し倒したってわけね。やる。まさか私たちはまだ健全な。昨日入江くん疲れたって先に寝ちゃったし。え、まさかそれって嘘？まだエッチしてないの？ちょっと今時珍しいっていうか。でも心配じゃない？え、女として求められないなんて私だったらショックだな。魅力ないのかなって思うんじゃ。いや、あの、大丈夫？成田離婚なんてことにならないでね。あ、成田じゃなかったわね。羽田羽田間違っちゃった。成田離婚。あー、なんかちょっと疲れちゃった。匠くん、肩マッサージして。はい、喜んで。な、成田離婚？新婚早々、なんでそんなこと言われなきゃいけないの。キス、あ、
憧れてたあなたからの複雑なキス、いたずら泣きス。坂道の途中で風が通り抜け、自然に向かう泣いたり笑ったり大変だし、現実逃避してしまうけど、この気持ちだけは早熟のだよ。キス、欲張りなキス、思い出のキス、お目覚めのキス、いたずらキス、裏切りのキス、きっかけはキス、いたずらなキス、もうキス、もうキス。違うね。そうだな、沖縄って感じ。え、何か、どうした？私のサングラス。サングラス、うん、お前鳥目だから必要ないだろう。鳥目でも眩しい時は眩しいんです。もう、よいしょよいしょ。ホテルに着いてからでいいだろう。うん、今かけたいの。あれ、開かない。え、そんなわけないだろう。え、鍵壊れたのかな。え、おい、無理すんな。そんなの着るのか。いやだ、私こんなの着ない。こんな派手な水着着る人見てみたいな。あ、それ私の。それ私の。まるっきり同じスーツケースだったとは。奇遇奇遇。本当ごめんなさい。名札確認しろって言ったのに慌てて取りに行くからだぞ。だって、私堀内まりって言います。入江直樹です、よろしくお願いします。入江琴子です。旦那様のお顔やっと見られた。すごい素敵じゃない。6年も振り向いてもらえなかったのも無理もないわ。How can I go to Okinawa Chirahumi Aquarium? What? Aquarium? Aquarium? You want to get to Chirahumi Aquarium? Yes, yes, yes. Can you help me? Yeah, sure. Can I take a look? Sure. ネイティブのナナ奥さんって。いや、そういうわけじゃ。ただ、IQ が200ってだけで。IQ 200? Have a nice trip.じゃあ、俺たちも行こうか。いいなあ、あんな素敵なご主人で。なあ、直樹さんって断然タイプ。私、結婚早まったかも。ねえ、トレードしたいな。トレード？いやだ、冗談よ、冗談。冗談？バス来てるんじゃない？待って。そうは思えない感じだったんですけど、なんか悪い予感が。
一緒だなんて嬉しいわ。どうしてよりによってこの人たちっていうかこの女と一緒なの。あ、そうだ、この後一緒にお食事とかどうですか。はい、レイ君、はい、お部屋に行こう。ほら、じゃあ失礼します。やっと二人っきりになれたね。コトコ、前。ごめんなさい、大丈夫でしたか、怪我は。台湾の人気バンドのエンジェルだよ。台湾の、あ、私すっごい大好きなの。不好意思。あ、不会。而且你刚才其实阻止了。ねえねえ、リエ君、なんでエンジェルが沖縄に来てるか聞いて。自分で聞けよ。だって言葉わかんないんだもん。ほらほら。为什么飞来沖縄？我们是来拍 MV 的。嗯，冲绳最棒。なんて言ったの？ EV の撮影で来てるんだって。そうなんだね。あー、もう素敵。じゃあ、いい食べよう。バイバイ。お幸せに。あー、ありがとう。バイバイ。おー。行くぞ。少し落ち着けよ。お姫様みたいなベッド。いろんな転がれちゃうよ。ねえねえ、見て見て、イリエ君。そうだった、今夜このベッドでイリエ君と私、本当に入江君と結ばれるんだ。入江君。ん？あの、私、いいお嫁さんになれるように頑張るから、だから見捨てないでね。さっきはエイエンジェルに夢中だったくせに。え？いや、期待してないから、そのまんまでいいよ。そのまんまでいろ。さ、行くか、泳ぎに。何あのマリって女、許せない。ナオキさん、ナオキさん、コトコさん、こっちこっち、席取ってますよ、早
直樹さん、直樹さんって慣れ慣れしい。直樹さん、こっちこっち。席用意してきました。いや、どうもどうも。ここ、プールサイドでドリンク飲めるんですって。直樹さん、一緒に注文しに行きましょう。じゃあ、私が。いいですよ。行きましょう。すいません、うちのマリちゃん、すっかり直樹さん気に入っちゃったみたいで。ちょっと、匠さん！でしたっけ、あなたご自分の奥様にどういう教育してらっしゃるんですか？え？分かってんなら止めなさいよ！あなた旦那さんでしょ？いいの？いや、僕ずっと片思いだったから、やっと結婚してもらったって感じで。なーに、秋のこと言ってんのよ！結婚してんだから立場は一緒でしょ！きついですよ！バカ子どこ、お前にそんなこと言えんのかよ。今、ゆうきくんの声が聞こえたような。でも、直樹さんだってあんないい女に来られたら悪い気はしないだろうし。もし、直樹さんが本気になってしまったらって思うと。ちょっと、そんなことあるわけないでしょ。いい、入江くんはね、頭の悪そうな女を大嫌いなの。頭悪そうって失敬だな君は。とにかく入江君はあんな軽薄そうな女には絶対なびきませんから、どうぞご安心ください。琴子さん、訂正してください。マリちゃんは軽薄なんかじゃありません。確かにちょっとわがままですけど、本当はとってもいい子なんです。僕の命です、命です。その勢いよ、その勢いで彼女にビシッと言ってやりなさい。わかった。なんだかあの二人気が合うみたいね。私たちは私たちでよろしくやりましょうか。ちょっと入江くん、ベトベトして。大丈夫ですか？すぐタオルを持ちします。I'm sorry. ちょっと何すんのよ。大好き、プッサン。マリちゃん、大丈夫？大丈夫、マリちゃん。もう、最低。 Sorry very much. 私のミステークです。 Hey, mom, come on. Let's go to the beach. Sandy, wait. Sorry. あれ、この人たち外国の人たちだったんだね。ちょっと突っ立ってないで、なんかタオルとかもらってきてよ。はい。そっちじゃない、あっち。早く走って、たくみくん早く。大丈夫ですか？それからというもの、私の嫌な予感は当たって。あー、なんかいっぱい。美味しかったね、入江くん。そうだな。部屋に戻ったら、私たち、とうとう。あら、直樹さん、今お部屋があるところ？どうも。さっきは大変でしたね。大丈夫でしたか？まあ、なんとか。私たちも今食事終わったところなの。あ、よかったらこの後私たちのお部屋で一緒に飲みません？行きましょう。楽しみ。シャンパンシャンパン。直樹さんって医者の卵なんですか？いえ、医者を目指してるっていうだけですか？いや、目指してるだけでもすごいですよ。でも入江くんだったら絶対にすぐ医学部入っちゃいますよ。なんたって IQ200 ですからね。お二人は琴子さんの猛烈なプッシュがあって結婚したんですよね。猛烈？だって入江くんは全然違う世界の人だから。入江くんって結婚してるのにくんづけなんて。おかしい。まだ名前で呼べない関係なんだ。マリちゃん、これは長年の癖
せいで次ほら、あれっぽっちのお酒で男、部屋着いたぞ。おい、男。どうぞ。奥さん、部屋に着いたぞ。Yes, pretty. Oh no, boy. Look, look, look at me. And smile, smile. Fever. Okay. Hi. Cheers. Go. Yes, lovely. ありがとうございます。確認して。あ、はい。あ、大丈夫です。ありがとうございます。Okay. Okay. Come on. Oh, Bob. Sorry. Oh, sorry. Yay. あの人たちどっかで。おお、プールで一緒だった人だ。プールで一緒だった人だよね。同じとこ来てんだ、偶然。まあそうだよね、おすすめスポットだもんね。はい、行きまーす。はい、シーサー。はい、OK でーす。綺麗に撮れましたよ。ありがとうございます。エイサーショーを見に。エイサーショー、私たちも次行くんだよね。楽しみだね、たくみくん。どうでした、直樹さん、楽しかったですか？楽しかったです。
ゃいませ。はいはい、どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。出た、しまらっきょう。しまらっきょう、これドラゴンフルーツだ。これも気になる。ちっちゃい、かわいい。アロハシャツだ。イリエ君、これどうかな。いいよ、いらない。私とお揃いにしようよ。はぁ、なにこれ、すごい色の魚。イリエ君、ヤシゴに貼って。これ美味しいのかな。ちょっとすいません、はい、これください。はい、はい、じゃあどうぞ2階お願いします。はい、どうぞ。先に誘われるし。すごい、マリと一緒かな。あ、結婚の婚期一緒ですよ、ほら。あれ二十年生。はい、おかわり。もうそれくらいにしといた方が。うるさい。そりゃ弱いのについ飲んじゃう私も悪いけどさ。おかげで全然ロマンチックな雰囲気なんてほど遠く。成田離婚なんてことにならないでね。どうしよう、このまま何にもなかったら。ことこちゃん、期待してるわよ。お母さんのためにも、うん、私のために。このままじゃ絶対東京に帰れない。今夜こそは帰るぞ。あー、ジンベエザメだ、大きい。ここのジンベエザメは世界最長飼育記録更新中だってさ。あ、そうなんだ、詳しい。今夜こそ入江くんと。
二人で楽しいね。そうだな。邪魔者がいなくて。あ、そうだ、お父さんとお母さんたちにお土産買わなくちゃね。別に買わなくてもいいんじゃないの。もう何言ってんの、入江くん。私たちが結婚できたのはみんなお母さんたちのおかげなんだよ。お母さんたちに買わなくて誰に買うっていうの。いや、そういう意味じゃなくて。ん？ああ、まだ1週間経ってないじゃないか。そうだけど、こういうところで2人っきりでっていうのも素敵だったなって思って。ねえ、入江くん。ん？沖縄今日でおしまいでしょ。だから今日は、今夜は2人っきりで過ごしたいの。ディナー行ったり二人っきりで、お願い。いいよ。こんにちは。見学の方ですか？はい、奥さんいい笑顔、いい笑顔、旦那さん笑顔、いいですね。はい、行きますよ。はい、チーズ。あ、いいですね。はい、もう一枚いきます。あ、いい角度。行きますよ。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。あ、いい、撮りましたね。奥様の肩に優しく手を添えてください。優しくですよ。そうです、そうです。いい笑顔、奥さんいい笑顔、旦那さん笑顔、笑顔、旦那さん笑顔ですよ。はい、チーズ。いや、よかった。予約もしてないのに写真だけでも撮ってもらえて、結婚式の感動がまた蘇ってきた。たく、もう二度とやんねえからありがとうございました。いえ、この後ちょうど新婚さんの予約が入ってたんで、ちょうどよかったですよ。新婚さん？お、来たかな、新婚さん。こちらでございます。あら、お二人ともいらしてたのまたしてもお会いしちゃいましたね。お知り合い？もう背が高いからよく似合うのね。ほら、私と身長がぴったりあ、そうだ、せっかくだから直樹さんとも撮ってもらっちゃおうかな。いや、それはどうかな。ねえ、ことこさんにもたくみくん貸してあげるからねえ、直樹さんせっかくだけど、俺たちはもう行かなくちゃいけないんだ。え、土産物買いに行くんだろ。あ、うん、行くぞ、ことこ。はい。待って、入江くん。これでバッチリね。バキューさ、どうしたんですか？マリが、マリが、さっき急にお腹が痛いって言い始めて。病院、病院に行けば。それが今日は休みだし、この時間じゃ病院は。じゃあ救急車。それがマリちゃんが大げさにしたくないって。はあ、多分寝てれば収まるから。あー、痛い。マリちゃん大丈夫？ね、大丈夫？直樹さん、君医者になりたいって言ってたよな。何とかしてくれないか。そんな
今医者目指してるからって入江くんはまだ。分かった、とにかく見てみましょう。吐き気は、うん、ないみたいです。熱は、うん、熱も特に。ちょっと脈測りますよ。南紀さん、マリは大丈夫なんでしょうか。どの辺が痛い？ちょっとお腹見せて。やだ、入江くん、そんな人の体触らないで。ねえ、やっぱり救急車呼んだ方がよくない？病状によるって。だってじゃあディナーは？今それどころじゃないだろう。やだ、触らないでよ入江くん。他の女の人なんか触らないで。いい加減にしろよ。お前は医者になろうって男と結婚したんだろう。ちょっとは自覚しろって。入江くん、患者の状態を見ている夫にこれからもいちいちそんなこと言うのか。そんなくだらないことに付き合ってられるかよ。それが分かんないようなら一緒になんかいられない。直樹さん、ちょっと言い過ぎじゃ。琴子さん、大丈夫ですか？奥さん追いかけなくて。奥さん大丈夫ですね。軽い食当たりでしょ。この時間なら薬局空いてますから、普通に薬飲めば痛みは収まってくると思います。 ありがとう。たくみくん買ってきて。うん、分かった、すぐ。奥さん早く迎えに行ってあげた方が。たくみくん早く。はい、じゃあ。じゃあ俺はこれで。直樹さんって冷たい。まあ琴子さんが相手じゃ仕方ないか。本当は好きじゃないんじゃないの？お腹痛いんじゃないんですか？お芝居しちゃった。お芝居？だって直樹さんと二人きりになりたかったんだもん。マリ聞いたわ、あなたたちってまだ何もないんですって。まあ無理もないわね。琴子さんじゃ手出す気にもなれないんでしょ。一目惚れなの私。琴子さんよりも先に直樹さんに巡り会えてればよかったのに。そしたらお互い間違った結婚しなくても済んだのに。今からでも遅くないわ。うるさいんだよ。え？お前みたいな女100回巡り会ったとしても100回とも無視してやる。ちょお前と琴子を比べるな。ごめんごめん、財布忘れちゃった。どうしたのマリちゃん、直樹さん怒ってるみたいだったけど。許せない。え？この私をバカにするなんて。マリちゃん、あんな二人絶対別れさせてやる。何をあんな風に言わなくたってもいいじゃん。何すんのよ。それはこっちのセリフだ。なんで私が殴られなきゃいけないの。匠なんかに結婚してあげたのに。もういい、別れる、別れてやる。確かに俺の一方的な片思いだったよ。でも結婚したんだから立場は一緒だ。君は俺の妻だ。他の男なんか見てな。分かったか。素敵だったわね、今日のチャペルも。やれやれ、お忍びの旅も楽じゃないね。もう僕やだよ、こんな女の格好。何言ってんの。敵を欺くには味方からって言うじゃないの。もう意味わかんない。ああまあ、でもなかなか可愛いぞ、ゆきくん。おじさん、それかえって傷つきます。
ごめんにしてもことこちゃんたちを見てると思い出すわね、パパ。そうだね、ママ何を？実は私たちの新婚旅行も沖縄だったの。へー。あー、結婚当時パパはパンダイを立ち上げたばっかりでな、忙しいわ、お金はないわで、結婚してしばらく経ってからようやく新婚旅行で来れたんだよね。あの時約束したのよね、いつかまた沖縄に行こうって。そうだったねあれから世界各国いろんなところ旅行行ったけど、沖縄だけは行ってなかったのよね。ようやく来れたね、ママ。パパあのパパもママもあのおじさんもいるんだからさ新婚旅行か、思い出すな。浴衣を着た女房が綺麗だった。おじさん。あら、誰かしら。はい、ドッキラス様。おい、コトコを知らないか。どちら様ですか。私、あなたのまま違います。 My name is Jesse。 My name is Rocky です。 My name is いい変装は、とっくに気づいてるから。助けてくれ、コトコがいなくなった。コトコちゃん。コトコどこ行ったのかしら。あっちかしら。コトコ、コトコちゃん。コトコちゃん、コトコちゃん、コトコ、どこ行った？成田離婚。このまま成田離婚になっちゃうのかな。お前は医者になろうって男と結婚したんだろ。ちょっとは自覚しろって。それが分かんないようなら一緒になんかいられない。私ってば最低、恥ずかしくて死んじゃいたい。医者になりたいって入江君の気持ち分かってたはずなのに。ここどこなんだろう。これって完全に迷子だよね。どこをどう走ったのか全然覚えてない。お財布忘れてきちゃったし、なんか怪しい街に来ちゃったみたい。Hey, excuse me. Can I help you? No, don't go. Tell me. I'm sorry. さらわれる。私このままさらわれちゃって、庄屋どころか二度と入江君に会えなくなっちゃうのかも。入江君、助けて。入江君、入江君、入江君、大好き。何何もしたくなかったよ。I will take you there. Don't worry. It's okay.I will take you there. 何やってんだあいつ。 Don't worry. I will help you out. Hey, what's the matter with my wife? Your wife? Ireka. Kotoko. もう会えないかと思った。もう見つけてくれないじゃないかって思った。大丈夫だから、もう。She's your wife? I think she's an elementary school student. I know she looks young, but she is my wife. Really? That's amazing. この人はお前が迷子の小学生かと心配して声をかけてくれたそうだ。小学生？悪い人じゃなくて。とにかく謝れよ。I'm sorry.
Okay, okay, okay. Don't worry, don't worry. It's okay. Thank you. You guys are nice. Good luck. I wish you guys can enjoy your fantastic and good, amazing honeymoon. Thank you. Have a great day. Thank you. してくれてありがとう。あんな大声で叫ばれちゃな。だって今時成田離婚ってそれを言うなら羽田離婚だろ。たくごめんなさい、やきもち焼いちゃって。私自分のことしか考えてなくて嫌な女だった。だからバカ野郎、心配しただろ。いいわ、買っといてよかったわ、この好感度カメラ。私の中のぐちゃぐちゃでどうしていいかわからないイライラしてた気持ちがあったかくて甘いお菓子みたいなものに変わっていく感じ。今日まで長かったな。うん、でも平気。入江くんと一緒にいるだけで嬉しかったもん。俺はもう平気じゃない。幸せを測れる測りがあったら、その日私は世界一幸せだったはず。この日を一生忘れないから、絶対に。名残惜しいな。もう沖縄が恋しい。ハネムーンなのにあんまり二人で遊べなかったし。はい、たくみくん。おいしい。何それ、ま、はい、じゃあもう、はいはい、どうなってんの二人、誰のせいでこんなやきもきしたと思ってんの。よかったじゃねえか。まあそうだけどさ。ん？うん？短い間だったけど素敵な思い出を作ってくれた沖縄、お待たせしましたお母さん。私と入江くん、やっとご期待に添えました。イエクシュ、スキューズミー、見ろ甘い。何枚かついてる。
楽しかった。また行きたいね、リュウ君。ああ、そうだな。次は絶対ずっと戻ってきて。直樹さん。金森さん。お帰りなさい、直樹さん。そして奥様。奥様って。どうしたんですか、こんなところに。お迎えに上がりました。お迎え？どうしたんですか？会社で何かあったんですか？親父が留守の間に。え、お父さんお留守だったの？私の口からは。え、家に向かってるんじゃないんですか？え？金森さん、どこに行くんですか？間もなくです。間もなく？席入れるつもりないから。私、入江君のことよくわかんなくて。いいですよ。なんかわけがあるんじゃないかな。ラケット戦士コータリー、新妻失格。男もてあそぶな。男の人ってなんで構えてるんですか。入江君に会いたくない。こうなる傾向なんて言えないよ。じゃあやめれば。